香川県高松市高松市の経済高松市の経済は香川県高松市の経済に関する項目である。高松都市圏の中心都市であり、都市雇用圏人口約84万人で四国最大の都市圏を形成している。中央館長や首都、東京の大企業の四国を統括する出先機関が集中するため、支店経済都市とも呼ばれる。 四国の交通の中心都市となっていたが、本市家境の開通や四国での高速交通網整備、バブル崩壊後の構造不況などが重なり、都市環境層の激化に伴って四国における拠点性の維持が課題となっている。高松市の卸売業の販売額は約2兆2712億円であり、 四国第一位である他中国、四国地方でも広島市に次いで第二位の規模である。その占める割合は、香川県で約80%、四国全体で約33%といずれも四国地方で最大シェアを持つ都市であり、またこの数字は、政令指定都市である岡山市や北九州市、浜松市などをしのぐ規模である。ただし、小売業の販売額は、 人口規模総合の約5796億円と広島市、岡山市を下回って中四国第3位である。その卸売業と小売業を足した年間商品販売額は約2兆8508億円であり、これも中四国第2位であるものの、第3位の岡山市とは100億円程度の差で、きっ抗している。ただし、この数値は、 第3位である岡山市との都市圏人口の差を考慮すると非常に大きな金額であるともいえ、高松市の経済基盤の強さが現れている。そのシェアも香川県の約70%、四国全体の約26%を占め、四国地方における経済、物流の拠点都市となっている。高松市の商業は都市圏全体に対して商業力を持つ。 うち買い率で見ると、全商品部門で、のきなみ90%前後であり、またすべての買い回り製商品で、大量の購買力が、市外から流入している。最も流入が多い商品である、医療未開品においては、特に市の東、南方面を中心に、喧嘩全域から吸引している。ただし、その集客力の最大要素は、夢タウン。 高松などの郊外型大型商業施設であり、市内の商店街を大きく上回っている。高松市中心部では商店街が発達しており、市内8つの商店街の総称を高松中央商店街という。商店街のほぼすべてを覆うアーケードの総延長は約2 7トルで、これはアーケードの総延長としては日本一である。また、 同商店街にあるドームも日本一の高さとなっている。約800の小売店や飲食店が軒を連ねている。近年では他の地方都市と同様に郊外の大型ショッピングセンターやロードサイド店舗に消費者が流出し各店舗が撤退するなどといった状況が発生している。このため現在は丸亀町高松三越周辺において 大規模な再開発事業が始まっており、商店街の起爆剤として期待されている。なお、1990年代までは、多くの店舗が、高松三越の定休日に合わせて定休日を設定していた。現在でも、月曜日を定休日とする店舗は半数ほどに上る。高松三越が立地しており、市内唯一の百貨店である。1967年に、 建て替えのため一時閉店したため、現在の本館が開業する1968年までの約1年間、市内に百貨店が存在しない状態となっていた。こと河原町ビルには、1997年4月からことでんが入居していたが、祖号本体の経営破綻に伴い2001年4月に閉店した。同年9月より、高松天満屋が、 後継テナントとなったものの、他の商業施設との競争激化等により2014年3月限りで閉店し、高松市内の百貨店は再び三越1店のみに戻っている。ことでん河原町ビルには2015年10月に専門店を集めた形の河原町フラッグが新装をオープンした。市内にはスーパーマーケットが 数多く存在しており、主に県外閣の多い大型ショッピングセンターに対し、市民の台所として賑わっている。また、四国各県の代表的なスーパーマーケットが全て、揃っていたのが特徴であったが、サニーマートが2014年11月に撤退したため、その一角が崩れることとなった。2007年、2008年頃から、 他県のスーパーマーケットチェーンの出店も相次いでおり、県内資本のスーパーマーケットとの競争激化が始まっている。また、市内には大型ショッピングセンターの出店が進み、近年は特に郊外において24時間営業のスーパーや郊外型複合店舗の出店が相次いでいる。なお、CGC シジ,シジャパン加盟者はない。香川県内最大規模のショッピングセンターである。 夢タウン高松は、香川県内のみならず、徳島県北部からも消費者を集めている。年間来客数は、約1300万人。また、泉グループの夢タウン全店の中でもトップクラスの売上高で、2005年の売り上げは泉全店の中で1位となっている。2005年11月27日の大営屋島店の閉店により、 全国チェーンのショッピングセンターはサティのみとなっていた。しかしながら、2000年2月に、県内の立地域に、数店舗を残し、高松市から撤退していたイオンが再進出を発表。2007年4月26日には、高松市港西本町の埋め立て地に、イオン高松ショッピングセンターが開業した。これらをはじめとして、高松市内には、 多数の大型店舗が立地しているが、そのほとんどは高松市以外を拠点とするショッピングセンターで、地元の資本で最も店舗面積を占めるのはパワーシティを運営する丸中である。また、イオンによるショッピングセンターの出店や、夢タウン高松の増床など、大型ショッピングセンターや複合型ショッピングゾーンの建設が相次いでおり、 中心市街地の衰退に今後より白車がかかるのではないか、香川県内がオーバーストア状態になるのではないか、最終的に友倒れになるのではないか、など多くの意見が多方面から出されている。夢タウン高松イオンモール高松河原町、フラッグイオン、高松東店高松三越西村ジョイヤシマ店、ケーズ電気高松本店、パワーシティヤシマパワーシティレインボー、 1980年代には、一般館9館、成人館2館を数えたが、1999年に、高松サティ内に併設された、ワーナー・マイカル・シネマズ・高松が開業したことで、一般系の閉館が、相次ぎ、2004年には、放課各社の系列館がすべて閉館した。これらが集中していた常磐町商店街は、高松中央商店街の中でも大きく衰退したと、 されるまた相次ぐ映画館の閉館に伴い、成人館だった高松大英は2001年にミニシアター系の一般館に変更、同じビルのホールソレイユに合わせてソレイユにと改名している。2月から一時休館していたが、2013年1月26日に再オープンしている。これによって成人館は日活がロマンポルノから配給脱却し、 他社作品配給も上映可能とした成人映画専門館六本二か高松の一館のみとなっている。高松市には四国電力や JR 四国などのブロック工企業や全国企業の四国支社がそれぞれ集中し、四国地方で最も経済基盤の強い都市であると同時に、同地方における経済活動の中心都市となっている。 私企業では穴吹工務店やセシール、宮脇書店、ただのなど、全国展開を行う企業が多く存在し、それらの企業では現在でもグループ会社を、含めほとんどが市内に本社を置いている。その他、四国、山陽、関西を地盤とする企業も、複数存在し、代表例としては、穴吹港さや丸中、小野などがある。太字は、上場企業を高松市は、 四国の玄関口としての歴史が長く、中央官庁や大手企業が出先を置いていることや、全国規模の県外企業も多数あることから、法人営業で競合の激しいエリアとなっている。中央銀行政府系金融機関など都市銀行、旧朝信銀旧東京三菱銀行、旧富士銀行、旧桜銀行は四国唯一の支店であった。 唯一市内に存在しない都市銀行としては、リソナ銀行があるが、かつてはその前身業である、大和銀行と共和銀行の店舗が立地していた。ただし、大和銀行高松支店は、開設から撤退まで10年に満たない短命であり、なおかつ空中店舗であったため、存在自体を知らない高松市民は少なくなかった。新宅銀行地銀。 第日銀撤退した金融機関。ありがとうございます。